お腹気になるけど、辛い腹筋絶対続かない。と思ってますよね。今回はマジでやりました。タートルやりました。皆さん楽しく最後までわかりやすくできる腹筋動画スペシャルになってます。そして一番最後にたくさんの方が結果を出したあぐら足の腹筋、交えてますんで、最後まで楽しく腹鍛えてへっこましましょう。まずは簡単なチェックしていきましょう。スマホ目の前置きましょう。お腹をぐっと引っ込めて5秒キープ。やってみて。1、2、どんどん引っ込めて、4、5、よし、OK。じゃあ今度はお尻を上げて、お尻ぎゅーっと締めてみて、5秒キープ。1、2、3、4、5、よし、OK。このね、辛かった感覚、覚えておいてね。それでは上を向いて寝ましょう。まずは腰のストレッチからやっていきます。両膝を抱えて腰を伸ばしながらキープしましょう。しっかり腰の筋肉をね伸ばしていくとお腹にね力が入りやすかったり腹筋しやすくなりますからね。しっかり足を抱えてください。息止めないようにねふーっとリラックスしながらやってください。足をねこうやってクロスしないようにねまっすぐ揃えて両膝抱えてください。腰を床につけるような感じです。よし、いいですよ。はい、 OK です。次はお腹に力を入れる腹筋の練習してみましょう。これができないと腹筋できません。足を肩幅にしましょう。スマホ見ながら寝たまんまでね腰を床にねペタッとつけるような感じで骨盤を起こしてみましょう。お腹をね引っ込めながらお尻をね締める。骨盤をペタッとね起こしてこの腰の隙間埋める感じです。お尻を持ち上げる感じのね間違いですからね。腰を床につけるだけの意識です。息を吐きながらふーふーと息止めないようにしましょう。あと少しです。はい、 OK ですよ。今度は足を伸ばした状態で同じように腰をペタッとつけてみましょう。ちょっとさっきより難しくなるけどなんとなくねできてればこれがだんだんとね上手になってきますからね。息を吐きながら腰を床にペタッとつける感じです。隙間がね埋まらなくてもいいです。できてきますからだんだんと。まずはねやることが大事。あと少しですよ。よし、 OK。 今の腰を床につける感覚やりながら足を抱えてみましょうか。息を1回ずつ吐いて腰を床につける感じ。下腹の方が硬くなってたらバッチリです。お腹を自分でね押さえてみたらなんとなくね硬いかな柔いかなって分かると思います。足だけ抱えるというよりは骨盤からね起こして膝が迎えに来てるイメージですよ。あとちょっと。よし、 OK です。ちょっとレベルアップします。今のを両足でやってみましょう。ぐーっと抱えたら軽く床をタッチ。一回足下ろしたらねまた腰をねぐっと浮かびつける感じ。ぐっと一生懸命になると息が止まりますから息をねちゃんと吐くようにしてくださいね。初めから全部意識がねできなくても一個ずつね意識を増やしましょう。腰をまずはね丸めながら息を吐く。よし、いいですよ。これではあぐら足の腹筋、これがすごいお腹に効いてね引っ込みますから頑張りましょう。足を組みましょう。足を手で持ちますね。このまま息吐きながら体を起こしましょう。これを5回いきましょう。スタート。ぐーっとね手を使っていいですからね腰を床につける感じで体を起こしてみてください。ふー、息吐いて、ふー、はい、反対足です。いきましょう。息吐いて、ふーふー、肘少し曲がっていいですからね腰を床に支点に抱えましょう。よーし、 OK です。同じのもう一回やってみましょうか。お腹使って上がるように手の力少し抜いてみましょう。5回
息吐いて背中から丸める感じですよ。グッと、オッケー。反対もいってみましょう。足持って手の力少し抜いて起きてみて、ふう、息止めないようにですよ。背中をしっかり丸めて、ふう、よし、オッケー。ちょっとお腹疲れてきましたよね、効いてる証拠。はい、また反対足にしますね。今度足抱えたら左右に振ってみましょう。下腹を使いながら腹斜筋も使えます。これを5往復いきますよ。足はね、90度よりもちょっと抱えてね、いきましょう。息止めないようにぐーっとひねって床をしっかり踏ん張ってね、できるだけ足手前に近づけて、足を振るっていうよりは腰からひねるようなイメージですよ。OK。 じゃあちょっと反対いきますよ。頑張ってできるだけ足抱えて振っていきましょう。5回、ぐーっと振って1秒、息止めないように、腰しっかり丸めてね、腰を床につける意識をしたまま足振ってますよ。ウエストからひねってますからね、足の力で振ったらダメですよ。よーし、オッケー。そしたら両足を抱えましょう。このまま足を前に出す感じでグッと起きてみましょう。動くの少しでもいいですからね、息は止めないように5回やってみましょうか。いきますよ。グッと体を起こしてみて、グッと、ちょっと勢い使っていいですからね、お腹これでもすごい力入ってますからね。よーし、 OK。 ちょっとレベル上げますよ。ももの裏を持ちましょうか。このまま足をね、曲げながら起きてみましょうか。こうやって止めないように、いいよっていうまでやってみて、いくよ、スタート。ぐるっと息吐きながら、首疲れる人はね、下向きながらやってみて、腰を床に押し付ける感じ、膝から下をね、しっかり曲げて、お腹に力を入れて、おへそを覗き込む感じですよ。上じゃなくて前に置きますよ。よし、オッケー。その調子です。だんだんと上手になるからね。じゃあ次は足伸ばしたまんまやってみよう。足伸ばすともも裏結構痛いから、ちょっと膝が曲がるかもしれない。それでもいいです。このままね、足を下ろしながら、ちょっと起きてみて、腰床つけながらいきますよ。スタート。手はね、自由に振ってください。ぐーっと起きてみて、ふー、息吐きながら、腰を丸めてね、転がるイメージ。できる人はお腹触ってみて、硬くなってたらバッチリです。疲れると息が止まっちゃうんでね、息吐いて、よーし、オッケー。じゃあうつ伏せになって使ったお腹伸ばしていきましょう。手を脇の下についたら体を起こしてください。このままキープしましょう。お腹痛い人はね、手を少し前に伸ばして、ここでいいです。しっかりね、お腹伸ばさないとね、お腹使いっぱなしにすると背中丸まって猫背が悪化しますからね。しっかりね、お腹も伸ばして、腰もね、丸めるばっかりをしましたから、腰少し縮めるとね、ちょうどいい姿勢が作れますからね。よーし、はい、お疲れでした。最後チェックしてみましょう。お腹をぐーっと引っ込めて5秒キープ、いきましょう。1、2、3、4、5、オッケー。じゃあお尻上げて、お尻グッと締めて5秒、1、2、3、4、5、よし、オッケー。はじめと比べてお腹をへこませる力とお尻締める力、ちょっと楽になってましたよね。疲れてるはずなのに楽になってる意識ができたんです。お腹もへこんできますからね。グッドボタンやコメントで教えてください。